海と日本。日本財団が進める海と日本プロジェクト。この番組ではプロジェクトに賛同し、海を未来へ引き継ぐため宮崎の海の魅力を発信しています。先月、日向市の奥良ヶ浜海水浴場で女子プロサーフィン国際大会ホワイトバッファロー日向プロ QS3000 が3日間にわたって開かれました。今世界中から注目が高まっているサーフィン、国内外からおよそ60人の女子トップサーファーが集まり、熱い戦いが繰り広げられました。世界中で開催されているプロサーフィンツアーの一つとなるこの大会、ここ奥良ヶ浜を開催地に選んだ理由を伺いました。海としては非常に素晴らしいのはもちろん分かっていることなんですけれども、波がですね、常に安定した波が立っています。日向はそしてこの素晴らしい砂浜に打ち寄せる太平洋の波ですね、これが世界的レベルで言いますとなかなか素晴らしい波です。はい、レベルの高いサーファーの演技をこの日向市で披露したいということで持ってきました。以前にも奥良ヶ浜で行われた大会で優勝経験もあるワールドジュニアチャンピオンシップの日本代表松田詩野選手。日向の海はいかがですか？すごい波の形が良くて、いつも来たらすごいいい波が毎回立ってるイメージです。今大会は日本人選手が大活躍。前田真平選手が3位タイに輝きました。そんな前田選手と熱い戦いを繰り広げベスト8に入った宮坂舞子選手、日向の海が大好きなんだそうです。本当毎日のように安定して波が来ているような感じがするので、本当にサーフィンしやすい環境であると思います。すごいサーフィン練習しやすくて、であとやっぱりローカルの方もすごく優しいので、海に入っててもうすごく楽しくサーフィンができる場所だと思います。この日はサーフィンの大会に合わせてステージイベントや参加選手とファンの触れ合いが行われ、多くの来場者が奥良ヶ浜の海を楽しんでいました。さてこの大会の優勝者はニュージーランドのペイジ・ハーブ選手。奥良ヶ浜の波を巧みに乗りこなし見事頂点に。世界にも誇れるサーフポイント奥良ヶ浜、今後さらに盛り上がりそうです。海と日本。